おこしやす三条名店街、今回は絹の店久保さんに伺いました。絹のお洋服いろいろ売ってるんですけれども、本当に色が綺麗、そんな印象です。さあ、早速お話を伺いましょう。こんにちは。あ、こんにちは。金の店久保でございます。はい、はい、よろしくお願いいたしよまろしくおす。願いします。ここは絹以外にも少しいろんなものも置いてるんですけれどはい。も、絹が主流で、主流。はい、はい。自分ところの工場で絹をデザインして染めて、はい。はい。あ、だそうからなんで T すシャツか。を作ったり、ブラウスを作ったり、これに合うスカーフを友で作ったりとか、そうでで、すサイズか。も ML とか、おサイズも作っております。はい。で、絹っていうのは夏も冬も着ていただくんですけれど、夏は結局UV も効いてますので、速乾性もあるっていうことで、夏も肌に直接触れられてもいいですし、また絹のパジャマとかそういう感じで直に擦れたり、それから T シャツ着た上に着てもらってもいいっていう感じあ、なんでそうすですけれか。ど。まあ、絹と聞きますと、若い方は、いや、高いに違うかなとか、高級品とか、はい、扱いが難しいんじゃないかなとか、そういうイメージもあるかなと思うんですが、ここはそんなことはないでないすでよす。ね。直で仕入れて、は直い、で送ってもらって今ますのおで、話伺そっれたぞように、れはい。安いで、値段そう設で定すによはなっておね。り普ま段す。私たちがイメージはすい。る価格より本当に手軽はという、そういう価格設定になってますけども、い。はい。はい。扱いもはい、結構、はい、MR とかはい。そういう洗剤で手洗いしていただいて、洗っていただいて、もう竿にさっとお干しゃすっれ着て、お洗いしゃのれ着洗洗いで、い、ははい、い。そうです。あ、そうですか。手はい、洗いでできるんですはね。い、そうなんです。で、まあ、陰陰干干し、しはい。でしてもらうと即すぐ乾きますいやー、し、そうですはい、か。旅行先でもちょっとお時間ある時なんか、ちょっとお風呂場につっといてもらったらシワも取れますし、洗うこともできます。あ、そうですか。はい、まあ、発色もよくって、はい、非常におしゃれで、扱いも簡単で、この暑い夏も、この絹のブラウス、そしてカーディガン、いいですね。はい、はい、いいと思います。そうですはい、か。はい、ありがとうございこまちらしこそあた。りがとうございました。